Welcome back to Let's Play Mega Man X2 And we go on what's next さて、行こうかV キュイーンとなるとね、あの、まあ、溜まった証拠なんだ、あの、これ、これ、どれ、これ、これが溜まった証拠なんだ。おお、危ない、危ない。はい、押してくれ。俺はこれ、壁を蹴り続ける。なんと、俺だけ待たなければいけないんだね。ほほ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 い。早く来い。早く来てちょうだい。来てちょうだい。いつなったら来るの？いつなったら来るの？早く来てちょうだい。俺はせっかちなんだよ。あー何か余ってるようだ。うい、あれ、あー別に食らってもいいんだけどね。うい、みんな食らっちまえ。食らっても問題ねえから。ほっ、そしてこれで凍らせる、凍らせる、行く。お酒に行っても何もないんで、まあいつものように無視をするっていう感じでね。あれ、ここすぐクリアできそうだな。あ、こんな短かったか、ここ。そうで、ここに待ってるのはパパ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 ン。おい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 、まあこれが弱点なんで、このでこれをこうすると、でその後はこれを、基本的にはまあちょっとこのカウンターハンター戦に関してはちょっと俺あんまりね、なんだろう、まともに戦えないんで、戦えないってか、やられちゃう可能性があるんで、まあ、ここは普通に特殊力使わせていただくわ。これであれだな、あんま味気なすすぎんな。普通にやるから、最後ぐらいは。いや、これ多分普通に戦ったら強いよね。すごい。まあ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 。ほっ！なんていうことだ。ライト博士の忘れ方にやられると。ほう。間違えた。ライト博士の片目にまたやられるとだったかな、確かそんな感じだった気がする。結構ね、ここであの人はね、意味深なセリフを残してくる。なんでかっていうと、それは俺にも分からないんだけど、まあこれネタバレでもなんでもないんだけど、なんと、まあさっきのやつはドクター・ワイリーだったんじゃないかなっていう、まあ、推測があるんですけど、まあ結局分かんないんだけど、ただまあその彼のなんか見た目とかさ、まあ言い分に関してなんかそれっぽい感じがことがなんか伺えるんで、まあ、もしかしたら。やつはドクターワイリーの生まれ変わりというか、生まれ変わりって人たちが、まあどうやって生き返ったのか知らんけど、まあそうやつだったのではないかということが予測されるんです。うまく説明できなくて申し訳ないけれども、これどうやって行くんだっけ。おー、これはね、上から行くとね、まあ素晴らしいね、まあこれ隠しルートな、本当は行かなくてもいいんだ、ここは行かなくてもいいんだけれども、ほい、あれ、シャットアップ、あ、危ない、間違えた。よいしょ、ほい。おっと、どうすれば、どうやったっすこれ、まあ、とりあえず、まあ、これでやこう。おーおい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 、ほっ、あっ、あ、くら、くらってから行けばよかったな、くらいつつ行けばよかった、ミスったな。なかなかね、ここはね、まあ、次で俺は成功させるつもりなんで、次こそ。まあ、さっきの面が短かったから、まあちょうどいいだろ、尺的に知らんけど、あれ、あれ、もう出せない時あるんじゃない、技をちょっとさ、ちょっと来すぎあんた、はいはい、でこういく、こういく、食らっていこうぜ、はい、でこうやって食らったのか、
だぜ。さて、ここが難所なんだ。ここがものすごい難所だ。おお、いったいった、危ない、ってよかった。まあ、こうやっていくんだよ、ここは。で、こう、さ、さ、よし。あれ？あ、そっか。そうだったー。焦れたよ、俺は。ミスったな。なるほど。ちょっとね。まあ、しょうがねえか。まあ、あそこで素晴らしいね。まあ、隠し武器をね、手に入れることができたんだけど、俺はそうだ。確かにそうだ。まあ、いっか。まあ、いいや。こういうこともあるだろうっていうことで。じゃあ、まあ、成功法でやるか、じゃあ。はい、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 おい、おい。まあ、これ、確かそんな強くないんだけど。こうやって上に上がっていきの、ほい。まあ、別に食らっても別に大して食らわないんでね。溜め込んでやってみようか。ちなみに重力みたいなやつも自分で操作ができます。こんなことが、なんてことだ。シグマ様、どうか仇を。なぜこいつはこんな姿になってしまったんでしょう。元々の姿は普通のなんか、まあ、二等身、まあ、二足歩行の人なんだけど、なぜかこんなことになってしまったっていう。さーて、What's next? Find out. Thanks for watching. See ya.